ゴートのダンス教習も笑えました。バラエティだと無邪気にはしゃいでるアイドルだなって思うけど、ナンバーアンダーライン愛が初めてフジテレビの番組週刊ない,ないミュージックに登場した様子がファンを沸かせています。彼らの活躍が収められた場面写真が公式インスタグラムで大量に公開されました。 富士テレビの番組に初出演するナンバーアンダーライン愛の姿にファンは大いに興奮しています。これまでテレビ番組への出演経験がなかったナンバーアンダーライン愛にとってこの番組は初めての挑戦となります。今回の放送では番組 MC のナインティナインと一緒に記念撮影を行うナンバーアンダーライン愛の姿やトークシーン、そして楽曲、 ゴートの振り付けを行う様子などが、写真を通じてファンに披露されました。一生懸命にクイズに答えようと自然体で頑張っている姿が可愛い。帰ってきてくれたナンバーアンダーライン愛を感じたジエスチャーゲーム、すごく楽しかった。翔さんと神宮寺くんはお団子、岸くんはカレーパンを選んだ。お団子が人気で以外でした。 今夜のゴートはとてもカジュアルで近くに優しく降りてきてくれて感激です。無声にお団子食べたくなりました。写真からはナンバーアンダーライン愛が自然体で番組に参加し、楽しそうに活動している様子が伝わってきます。彼らの笑顔や番組でのトークやゲームに参加する姿がファンに大きな喜びを与えています。前と変わらず、 三人楽しそうで子供みたいで面白かった。歌やダンスはジャニーズではできない感じだから、退社してやりたいことできてよかったと思える暗いハードでコアで色気があった。声出して笑っちゃいました。それも何度も。本人たちは至って平常運転。笑わそうとしてないのに、こんなに笑いを誘えるなんて。 なのにゴートではガラッと雰囲気が変わりかっこいいったらない。どちらのナンバーアンダーラインアイも大好きです。トークやゲームでは面白く、パフォーマンスは最高にかっこいいナンバーアンダーラインアイ。テレビ映えしますね。番組ではナンバーアンダーラインアイの活躍に加えて、他の出演者たちも素晴らしいパフォーマンスを披露しました。その中でも特に印象的だったのは、 番組内で行われたクイズやゲームにおいて、彼らの一生懸命さや楽しさが伝わってきたことです。番組の終わりには、ファンからの熱いメッセージがたくさん寄せられ、ナンバーアンダーライン愛の活躍に対する期待と指示が示されました。彼らの魅力的なパフォーマンスや個性的なキャラクターが、視聴者の心をつかんで話しません。番組を通じて、 ナンバーアンダーラインアイがどのような活動を行っているのか、ファンに向けてどのような魅力を発揮しているのかを、より深く理解することができました。彼らのこれからの活躍に期待が高まるばかりです。ナンバーアンダーラインアイの活躍が楽しみなファンにとって、この番組は待ち遠しいものであり、彼らの未来への期待を高めるきっかけとなっています。 彼らのこれからの活躍にますます注目が集まることでしょう。ナンバーアンダーライン愛の番組出演を通じて彼らの魅力やパフォーマンスにどのような感想を持ちましたか彼らの活躍をこれからも応援していくでしょうかそれとも彼らがさらに成長していく姿に期待を寄せるでしょうか彼らのファンとして彼らの未来にどんな夢を託しますか最後に この番組を通じてナンバーアンダーラインア i がどのような新たな可能性を広げていくのか、そして彼らのこれからの活動に注目が集まっています。ファンたちは彼らの成長と成功を心から祈っています。新たな一歩を踏み出したナンバーアンダーラインアイ I の活躍にこれからも注目が集まります。彼らのこれからの活動にますます期待が高まるばかりです。